やっぱり勝てなかった。今の僕じゃ。お師匠様、ごめんなさい。なんだなんだ、お前の力はそんな程度か。立ち上がる気力も失せちまったのか。僕がロイヤルナイツになるなんてやっぱり無理だったんだ。お前は強さだけを求め、がむしゃらに突っ走ってきた。それは間違いじゃねえ。けどな、それだけでは本物の男にはなれねえ。本物の男には本物の覚悟が必要なんだ。覚悟なんて、僕にはそんな。そんじゃお前の戦いはここまでだな。お前の修行、俺が終わらせてやるぜ。誰だてめえは。お前ついてくるなって言っただろ。もういいんだ、僕はもう。なんで、お師匠様から言われたからってこんなことしなくてもいい。パックモン、そいつの背中を見てもまだお前にはわからねえのか。背中、僕を守る背中。ハックモンよ、ロイヤルナイツの称号は誰かに与えられるものではない。世界を守護する者を誰ともなくそう呼び始めるのだ。守る者になれ、ハックモン。世界を、デジタルワールド、大切な友を。その鋼の意志がお前を必ずロイヤルナイツへと導くだろう。そうか、僕は強くなることだけを求め修行してきたけど、それじゃダメだったんだ。ただ僕は戦う。僕をかばってくれるこの人を守るために。ほうほう、少しはマシな面構えになったじゃねえか。その覚悟は本物かどうか今一度試してやるぜ。全力かかってこい。はい。
いい覚悟だったぜ。これなら合格だ。なく番長レオモンに勝てた。このそれはお前が守るものとなったからだ。お師匠様、私との修行でお前は確かに強くなった。だが真のロイヤルナイツとなるのはそれだけではダメなのだ。背負った何かを守れる力と志が合わさった時、真のロイヤルナイツへの道が開かれる。それは私と修行しているだけでは決して得ることができぬものなのだ。だからお師匠様は僕をこの人に預けたんですね。その甲斐はあったようだな。これは僕の体が新たなロイヤルナイツジエスモンの誕生だ。新しい姿となったお前が私の後を継ぐのだ。はい、僕やってみます。やってみるはない。やるのだジエスモン。はい、ありがとうございました師匠。君にも世話をかけたな。礼と言ってはなんだが、これを受け取ってくれ。これからは我が弟子が君の力となる。あるいは私よりも頼もしい仲間となるやもしれ。よろしく。苦労をかけたな、友よ。へっ、危うく本当に消滅しちまうところだったぜ。協力に感謝する。君にも礼を言っておく。水臭いこと言うなよな。男の門出に立ち会えたんだ。俺は嬉しいぜ。しかし本当に強くなったな、あいつ。あいつはまだまだ強くなる。いや、そうでなくては困る。何せ、私の弟子なのだからな。それじゃ、今度はこっちの修行に付き合ってもらうぜ。俺もまだまだ強くなりたいんでな。望むところよ。 Thank you.